皆さんこんにちは、モーターサイクルジャーナリストの大谷雄一です。今日これから使用するのはスズキの SV650X 2022年モデルになります。はい、この SV650 シリーズですね、水冷 V ツインを積んでおりまして、2022年モデルで最新の排ガス規制をクリアすることになりました。それによってですね、最高出力 4.1 馬力下がってしまいました。で、現状72馬力なんですけれども、最大トルクこれも若干下がっているんですけれどもね、発生回転数もだいぶ下がっているんですよ。ですので全体としてはそうですね、数値的にはネガティブな印象なんですけれども、もしかすると中低速のトルクがちょっと増してるんじゃなかろうか、そんなちょっと期待を持ちつつこれから試乗に行きたいと思います。それではまずライディングポジションと足つき性をチェックしたいと思います。はい、それではスズキの SV650X ライディングポジションをチェックしたいと思います。はい、この SV650 シリーズ、アップハンドルのスタンダードとこの X のようにですね、セパレートハンドル、この2種類になっています。で、この X というモデルなんですけど、ハンドルセパレートなのでやっぱり上半身だいぶ前傾しますね。ただステップ位置はスタンダードと同じですので、下半身の収まりとしてはですね、窮屈すぎない足つき性です。タクロールシートを使っていまして、はい、身長175センチの私、両かかとが楽に設置して、しかもこのように膝が緩やかに曲がる、具体的にそうですね、 650cc なんですけれども、コンパクトにまとめられているこのライポジですね。それではエンジンをチェックしたいと思います。はい、この 650cc の T-Lay V2 なんですけれども、レッドゾーンが1万回転からですね、今軽くスロットル煽ってみたんですけれども、簡単にその5000、6000まで吹き上がる。で、1万までかり滑らかに回ってくれました。ですので、これもしかすると峠道でなかなか楽しい走りをしてくれそうな、そんな印象を持ちました。それでは試乗に行きたいと思います。はい、SV650X 2022年モデル試乗してきました。まずエンジンからいきましょうか。この水冷 V ツイン、最新の排ガス規制を通したことによってパワーが 4.1 馬力ダウンしたと、まあ、冒頭で述べたんですけれども、その影響やっぱり新旧をしっかり乗りくべられないとちょっとわからないかなという印象でした。で、さらに言えばですね、5000、6000あたりを使っての峠道のワインディングですね、ここの立ち上がる時ですとか、このあたりしっかりトルクが出てますので、パワーダウンしたとかそういうネガティブなこと一切感じなかった。で、さらに言えばやっぱり V ツインらしい楽しさ、このエンジン V ストローム650とかにも使われているんですけれども、 V ツインらしいその綺麗な回り方ですとか、しっかりトルクが出てくる中間域ですね、この楽しさは全く変わっていませんので、2022年モデルそのまま、お勧めできるかなと思いました。で、ハンドリングです。このセパレートハンドルの X 乗るの私初めてです。 SV650 アップハンですね、散々乗っていまして、すごく気に入っていました。特に難しい操縦をせずにコーナーに入っていける、これは街中でもその高速道路でもイージーな扱いやすさを持っているのがその SV650 のアップハンドルの方ですね、イメージがありました。で、今回このセパレートハンドルの X に乗ったんです。多少ちょっと操縦が難しいといったら語弊があるんですけれども、スーパースポーツのような、例えばしっかりブレーキングして前荷重にして倒し込むですとか、そのあたりをですねしっかりやってあげると、アップハンの SV650 と同じような旋回力が引き出せる。それをサボってしまうとちょっと、はらんでしまったりとかするんですけども、その操縦の楽しさをなかなか X の方はですね演出できているのかなと思いました。ですので、まあ、ビキニカールついてますし、格好がいいですよね。そのタクロールシートもそうなんですけれども、この形気に入った方はもうこれを買っていただければいいですし、あとはやっぱり私はイージーに乗りたいですとか、大型免許取ったばかりだからとりあえず足りなしく乗りたいという方はそのアップハンの方を買っていただければいいですし、なかなかこのシリーズとして住み分けがよくできているなと思いました。はい、以上、スズキ SV650X 試乗インプレッションでした。ご視聴ありがとうございました。